馬さん堂にちょっとテイクアウトをお願いしてるので取ってきて食べて速攻成功するって感じですね。あで今回何やるかっていうと床を引きたいと思います。床あっちの新居、賃貸の方の床、一つの間の床を引きたいと思います。で焼き板の床を引きたいと思うんですけど、賃貸なんでちょっとビス直接打ち込めないんで、下に耐水合板か普通の合板か引いて、その上にのじ板、ちょっとね、しかも今回は太めのやつを検討してます。太め、ちょっと見て決めるんですけど、多分太めやってみようかなって感じです。普通のフローリング多分こんぐらいかな、一つの板がこんぐらいだと思うんですけど、そのやつは2倍か3倍 2.5 倍ぐらいあるやつの幅を引いてみようかなって、どんな感じになるのか検索をかけたんですけど、太めのフローリングってあんまりなくて、施工例がね、多分なんだろう、見栄えが微妙だからないのか、それともちょっとコストがかかるからなのか、要は太い木から取るわけですよね、そののじ板、普通の修正材じゃない、修正材じゃないフローリング板っていうのは、のじ板か、フローリング板じゃないですけど、そののじ板は細いものっていうのは細い木でも取れるんで、1枚をね、多いんですけど、だから安くなっちゃう。でも太い木から取るからコストかかっちゃうんですね。だから値段の時には上がっちゃうわけですよね。まあ、修正材とかは全然別ですけど、僕が使うようなのじ板とかは小さければ安いし、いっぱいあるからね、木がね、育てるのに時間かかんないから。だけど太いやつは育てるのに時間かかるから、その分コストがあって値段が上がるから、そういう邪道的な施工をする人は多分安い方を買うはずなんだよね。だからあんまり太い参考例っていうのはなかった。しかも焼き板っていうのもあんまりフローリングでやってる人はいない。普通壁でやるからね、外壁の壁で使うようなもんだから、焼きすぎとか焼き板っていうのは、なんでまあちょっと特殊な感じになっちゃうんですけど、まあ、今回それをやっていきたいなと思います。であとは賃貸の DIY として初めてなんで、本当に傷つけないように、圧倒的にその最悪もう賠償金っていうか原状回復費用を払うぐらいの勢いを作るんで、普通の人はあまり真似しない方がいいかもしれないですね。やり方的に一応もちろん傷つけないようにやるんですけど、頑張ってね、どうしても傷ついてしまう場合はあるかもしれないんで、その場合はもうお金払って解決できればいいなって感じです。原状回復、床を取っ払ってやるならもう取っ払って、もうその施工代とか工賃もちょっと高いと思うんですけど、まあちょっとやりたい欲の方が強いんで、そうですね、そういった覚悟の上賃貸の DIY っていうのをしてみたいと思います。なので、まあ、とりあえず話は長くなりましたが、今回はちょっと飯食って DIY の床を作っていこうっていう感じです。取ってきます。うわすごいね、隙間が空いてる。650円ですね。でソースは店の中食べたらかかってないんですけど、かかってますね、テイクアウト。初めて持ち帰りをしてみましたが、結局車の中で食うっていうね。いただきます。ちょっと野菜から。すごいですよこのボリューム、全部多いで、味もうまい。石豆腐、カツ丼、金カツ、全部うまかった。あでちなみに木材自体はまあ盗んだっていう感じですけど、前から言ってました、これいらないんですかって言って、うんいらないよって言ったら、もらっていいですかって言って、その僕が使いたいやつを取っててあっちに並べてたって感じですね。だからね、結構出るんですよね、いっぱい作るじゃないですか廃材って。作って壊すまでがセットみたいな感じで、もうガンガンやってほしいですね。ガンガン作ってガンガン壊してほしいですね。その余った端材をハイエナするっていう、ありがたい。車の中で降ってると隣が来たら恥ずかしいから怖いんだよね。大体エグ来た。ほら、食べろ。ごちそうさまでした。一人で DIY する時のきついのが資材運び。これが一番きつい。しかも、きつすぎる。まあ、木材はシンプルですね。このちょっと幅広のやつと、これ 15mm 厚さが。で、針葉樹の合板ですね。耐水性の合板、ヒノキのやつで、まあ、床だから、ちょっと水が落ちたりするかなと思って、耐水性のやつ。で、内部の構造材は、違うか、内装用の、合板はあれ使うみたいです。はい、とりあえず掃除が先ですね、何でも。古い家だと思うんで、かなりの歪みがあるのがわかります。
今たちガチャ当たってるっしょ。で株も当たってるんだけど、ここはだいぶ浮いてる。まあ、下の5番はそこまで多分シビアに引かなくてもいいはずなんだよね。上の板さえちゃんとたまれば、これはなんなら下地材というか傷つけないためのただの合板だから。詰めるようにして真ん中合わせて端が歪みって感じですね。結構隙間があるとかこことか、これはね、元からねかなり歪んでるから、まあ、僕がもう腕が悪いっていうのもあるんですけど、これはなかなか僕レベルでは難しい。こういうね、しゃあないというか、古い物件なんで、この辺は仕方ないと妥協します。こんな感じです。どうですか？まあ、焼くんで雰囲気はガラッと変わると思いますが、このぐらいのサイズ幅ですね。300ミリ。置くとこういう雰囲気になります。フローリングをね。普通は多分こんなもんだよね。3分の1ぐらいなのかな、多分ね。で、フローリング1段目っていうのは結構レベルちゃんと見て、バッチリ詰めないと、あと全部歪んでいくよって言うんですけど、こういった感じ、大丈夫じゃないかな。元のフローリングはね、多分こっち合わせで作られてたんだよ。あっちら辺が調整してる感じだったから、一番最後は。なんで、こっち爪でやっていけば、大丈夫だと思う。こんな感じだね。いいんじゃないですか。もう夜になっちゃいました。夜になっちゃったんで今日は終わりたいと思います。まだどうだろう、今日で終わると思ったけど無理でしたね。あと1日やれば終わるかな。焼くのも結構時間かかって、焼けば打ち込むだけなんで早いと思うんですけど、まあ、とりあえず今日はもう終わります。さよなら。